お弁当あるけど食べる？海辺の小さな弁当屋で働く千尋さんは元風俗嬢。エロジジイは早死にするようにお醤油2つつけとくんだな。話せよブス。大人なめんな。店の人に謝れ。注文いいですか？何も聞かないんですか？目を見ればわかるよ。なつって店長。おい、もう千尋じゃん。お久しぶりだな。誰かに恋したりしないの？気づいたんだよね、人の心を独り占めすることなんてできないってことに。私だってされたくないもん。僕たちはみんな人間っていう箱に入った宇宙人なんだって。今無理、水の底にいるから。じゃあまあしばらく沈んどけ。人の体は浮くようにできてっから。千尋さん、うっさいよ。世界のどこかにありますよ。同じのあなたがとっても好きよ。きっと彼女に会いたくなる。千尋さん。